今回は記憶について大脳変異系の機能、特に海馬体と扁桃体について解説したいと思います。大脳変異系なんですが、まあ、この大脳変異系は脳の内側部に位置し、まあ、これら認知、情動、発言及び記憶の形成の全ての過程に関与しています。特に側頭葉内側部に存在する扁桃体及び海馬体は全ての大脳皮質感覚連合やからの 情報が収束している領域であり、大脳皮質由来の工事情報処理、まあ、いわゆる認知情報に基づいて、情動の発言及び記憶形成に重要な役割を果たしています。一般的には、返答体が情動の発言、海馬体が記憶の形成に機能していると言われています。まあ、そして、海馬体と返答体の相互作用なんですが、海、ま、馬、あ、体と返答体は独立して作動しているのではなく、 機能的な相互作用があります。強く印象を受けた情動的出来事に関する記憶は長く残りやすく、まあ、この情動による記憶の増強では、扁桃体が記憶の獲得過程において重要な役割を果たしています。扁桃体は獲得した記憶情報を長期記憶に変換する記憶の固定過程において、他の脳領域における長期記憶の貯蔵を促進しています。 一方で記憶を再認あるいは再生する場合にも、返答体と会話体は協調して作動しています。まあ、この会話体なんですが、大脳皮質の各領域を結びつける一時的な配線版の役割を果たしていると考えられています。ちなみに、右の会話と右の下部頭頂用が自動車の運転などのような空間的な課題に関わっています。まあ、そして、会話の機能は、新規なことに対して、 左の海馬全部が特に活動しますが、繰り返し見ることにより、活動は海馬後部に移ります。このことは海馬後部が情報を長期記憶のために符号化していることを示唆しています。まあ、先ほど海馬体とは配線版の役割を果たしているとというふうに表現しましたが、まあ、これはどういうことかといいますと、まあ、こちらの海馬体と大脳皮質の関係性に関係します。 ま最終的には大脳脂質各領域の組み合わせに関する情報は、海馬体を介さずに大脳脂質管にも直接の神経回路が形成されることにより、半永久的に大脳脂質に固定されます。まあ、こちら、まあ、最終的なま古い記憶の方は、脂質管における神経回路がま強化されることによって、海、ま、馬、あ、があんまり働かずにま記憶をすることができると。 まあしかし、まあこちらの新しい記憶の場合ですね。まあこちらは各脂質間の神経路がまだ強化されていないために、まあ海馬によって各脂質間の記憶をコントロールしていると。まあこれが海馬体が配線版の役割を果たしていると言われるゆえになります。まあこのように新しい記憶の場合は海馬の役割が強く働くんですが、この脂質感の神経路の強化が 働くに従って、まあ、会話の役割が減少していくと。で、まあ、最終的には、この脂質感の神経路の形成によって、まあ、記憶の方が形成されると。そして、会話の役割はほとんどなくなってくるというのが、まあ、時間の経過による、会話と大脳脂質の関係性になります。今回は記憶について、大脳変炎系の機能、特に会話体と変動体について解説しました。はい。今回は以上になります。